モトローラ製フェニックス FW1995 年製東京テレメッセージ株式会社は日本の電気通信事業者沖縄県を除く全国をサービスエリアとして自治体向けの 280MHz デジタル同ホーム線システムのサービスを提供している1986年から2019年9月までは首都圏をサービスエリアとして 280MHz 対無線 呼び出しサービスを提供していた。2007年3月に NTT ドコモがポケットベルサービスを終了してからは長らく当社と沖縄テレメッセージのみがサービスを提供していたが2017年2月に沖縄テレメッセージがサービスを終了したため2017年3月以降は2 8 0ヘルツタイム線呼び出しの免許を持っている唯一の事業者である。また、 2019年9月30日には自社のページャーサービスも終了した。同じ名前の法人格としては1986年設立の初代東京テレメッセージと2008年10月に余算から会社分割により設立された現在の2代目東京テレメッセージの2つがあるが無線呼び出し局免許や事業内容、従業員などに同一性が認められる。 日本テレコム、東京電力などの出資で1986年設立。テレメの通称で知られ、1980年代にポケットベル通信事業者として全国に次々と地域テレメッセージが設立される先駆け的存在。1990年代中盤の爆発的なポケットベル人気の中で NTT ドコモと並んで加入者を急増させたが、 1997年頃から、携帯電話や PHS にとって変わられ、テルメス政治各社はのきなみっく境に追い込まれた。1999年に、主要株主間の調整が進まず、会社構成法の適用申請を行い日本テレコム、東電、三井物産の3社が、事業関在費と隣事業継続に向け再建を、図った。 筆頭株主となったボーダフォングループの日本テレコムがスポンサーとなり会社構成計画が策定され社名も東京ウェブリンクに変更されたその後2001年12月4日に第3世代携帯電話用の集積回路設計研究開発などを手掛けていた予算に株式が譲渡され社名はマジックメールに変更されたヨザは2001年12月に東京ウェブリンクを 買収し、社名をマジックメールと変えて無線呼び出し電波の特性から自治体向けの緊急時通信サービスなどの新事業を模索した。また、2002年4月に東電京信電電の東京通信ネットワークから不審となっていた PHS 事業を買収することを発表し、2002年8月に子会社のマジックメールに PHS 事業を譲り受けさせ、 2002年10月には予算がマジックメールを吸収合併した。しかし年間40億円の赤字を抱える PHS 事業部門の買収は経営の重にとなり、2006年6月には PHS 事業のサービスを終了したものの、PHS 基地局の撤去費用などを引き当て計上することになった2007年度には100億円の債務超過となった。 当時、ヨザンの最大債権者は、米系ヘッジファンドの DKRO アシスであったが、継続事業の無線呼び出しサービスを継続するため2008年10月1日、ヨザンは無線呼び出し事業を PHS 事業から切り離す。会社分割を実施し DKRO アシスからの追加ファイナンスを確保した。会社分割により設立された新会社の社名は、東京テレメッセージとされ、 二代目東京テレメッセージが誕生した。280MHz デジタル同法無線システムの防災ラジオ TTR11A デジタル防災行政無線整備事業運搬し 280MHz デジタル同法無線システム整備実施設計業務2008年10月の会社分割で新会社となった東京テレメッセージの経営には予算の旧経営陣が当たったが DKR オアシスの期待した地域情報配信サービスの全国展開に成果はなく、売上減少が続き首都圏の無線呼び出し、インフラ維持費の負担から毎年赤字が累積した。DKR オアシスは2008年のリーマンショックの影響から他のファンドへの売却を進めたが、赤字会社の事業に興味を示すファンドはなく、結局、 d k r オアシスの元東京支店長らが2010年8月に MTS キャピタルを設立して東京テレメッセージの不良債権をすべて買い取った。2011年には余算宛債権の担保権実行により東京テレメッセージを余算から完全に切り離して100%誤解者とし、翌年には MTS キャピタルから社長を派遣してリストラによる収支改善と 廉価な個別受信機の開発に当たらせた。これにより、形状赤字に歯止めがかかり、2 8 0ヘルツの電波特性に着目した茅ヶ崎市から、2 8 0ヘルツ防災ラジオの共同開発の提案を受け、2013年には製品化された。この防災ラジオは、2013年には千葉県鴨川市が、他にも2014年度には4自治体、 2015年には、こう自治体が導入している。社員は、防災無線の技術者がほとんどで自治体向けの、防災無線システムに特化した、電気通信事業者である。防災ラジオから、屋外拡声器や、デジタルサイネージなどの製品を展開している。2015年度には、機関システム強化のための投資を実施。これらは、関係が古い大井電機が受注している。 防災ラジオの製造は、武蔵電工が行っている。2012年度では1億円超の投機赤字で3億4000万円の債務超過となっていたが、翌年度の2013年には、リストラ効果で、会社分割以来初めての投機黒字となり、2014年度には、MTS キャピタルが4000万円の増資を引き受けた、こともあり債務超過は2億2000万円に縮小した。そして、 主力製品の防災ラジオ型個別受信機が出回り始めた2015年度には債務超過は解消され、翌2016年度には3億円の資産超過に転じている。詳細はテレメッセージ内の通信端末を参照のこと、主に在京キー局の番組やタウン氏に広告を出稿していた。経営破綻後は一切広告活動を行っていないが、 1998年までは首都圏の駅張りポスターや電車内ステッカー等で宣伝していた。ありがとうございます。